知恵食ってせっかく留学まで来て何もできない俺の状況と全く一緒で、このミュージックビデオプロジェクトうまくいってほしいな。こんにちは。今朝の8時起きたばかりなんですけど、実は昨日の夜に知恵君のミュージックビデオが公開されたんですけど、ポケット Wi-Fi のせいで夜はネットが遅いので、ちょうど本番も見てないし、このままリアクション動画を撮りたいと思います。ハリケーンの振り付けがヨンジュン先生が作ってくださったやつですね。卵？いいね、ラップ。なんか、千葉の合宿を覚え出すよ。いやー、このパッドいいね、本当。服？サビがいいね、本当。いや、なんか意外と本当ちゃんと作ったね、ビビみたいに。短期間に作ったからちょっと、なんていうか、期待が結構低かったんですけど、いやー、これはちゃんとかっこよく撮れたね。本当、曲ちょっと好みの曲かも、これ。こういう子がどうしたの？やっぱ千葉の合宿のあれ覚え出す。 なんでだろう。いやー、コンくんカメラに慣れてますね。やー、これ PV よりもちょっとパフォーマンスバージョンみたいな。小言くんがセンター？みんなセンターでしょ？いやー、かっこよかった。まだ3つもある。次はサンタモニカなんですけど、サンタモニカは最後に見ることにして、ちょっとアイドンケアから見たいと思います。アイドンケアはちょっと可愛い感じの曲ですね。じゃあ、いきます。これさ、ちょっと待って。 この曲でチェーニオンの I don't care を思い出すのは俺だけかな。
限界だね。黙って見てるなんて誰にも渡したくない。歪み caught up、 yeah 歪み caught up、 フルだっていい。 ぼやける瞳のピントを、 僕に合わせてみてよ。 何色で僕が見えるの、 透き通るその目で。 光のように、 めっちゃアイドルじゃん、 この曲。なんかちょっと顔見えないですけど。あ、出た、卵。ちょっと待って。これもいい曲。なんかダンスと見ると違うね、なんか曲だけ聴いた時より。めっちゃいいじゃん曲。何ください。いや、なんかこれ撮影したらみんな楽しそう、楽しく撮影したんでしょ絶対に。あ、後ろに卵あった。なんか可愛いコンセプトだからちょっとやりにくいんじゃないかなと思ったけど、自然自然、あ、髪切って本当良かったな、あの翔平くん。いいね振り付け、かわいい。なんか本当いろんな人が見てほしいな。あ、いきなり。いいね。これ押したま死んじゃったんじゃない？このミュージックビデオ。いいね。次はジェラシー。このジェラシーはめっちゃセクシーな楽曲ですね。4曲とも違う魅力があって、今思ってるのはそのファンミーティングがキャンセルになったことがもったいないって。いやー行きたかったな本当マジで。I can't take this anymore. 今頃あなたはどうしてどこかで誰かと楽しんで、知らなかったんで夜がこんなに長く感じるだなんて。ラップ誰のラップ。なんか意外と曲だけ見るとそこまでセクシーな曲ですよね。勘違いしました。はい。
なんかシャツ薄いですね。白くじ中つけまと自分勝手なこの感情に名前があるから。いやー、なんかこの曲はほんと桜くんのための曲かなって。めっちゃ似合ってるじゃん。レンタ？なんかメンバーチャレンジがあったけど、なんかみんなチェンジしてよかったなって。お、ダンスブレイクもあるんだ。お、すごい。なんかお水の中であんなに踊れるんだ。なんか練習生の動画じゃないんだよねこれ。もうデビューしたグループを見てる感じ。うま、ん、すぎるじゃん。エロ。林くん痩せてよかったじゃん。かっこよく撮れてますよ。なんかこれ全部同じ人たちが撮影してる、編集してる PV 団 PV ですよね。なんかすごいですね。なんか全部違う魅力を生かしてきました。サンタモニカですよ。ああ、ちょっと期待値上がっちゃった。そう、なんかトレビスかっこいい。めっちゃトレンドじゃん。なんかこういう効果が入ってることを知らなかった。ああ。かっこいいじゃん。おお、ポカがなんかすごい。
ちは見たことのないベストワード店のシスクラス当たり前さ彼女は俺のもの That's why I don't want nobody 君以外にすぐにでも旅立った一緒に If you feel the destiny 作ろうなんかすごいね本当いいじゃん曲めっちゃノリノリじゃんいやいいね。いやなんか編集してる人すごいと思った。いや練習生もすごいけど。まだあるの。なんかあれティーザーにもあった気がするんですけど、ちょっとぼーっとして見てる途中に出てきてびっくりしました。いやーこれは売れるんじゃないですかな皆さん。逆にこのミュージックビデオを見てチエグを見始める人も多いんじゃないかなって今思っちゃいました。いやほんとミュージックビデオマジで良かったね。